ケアの阿部です。よろしくお願いします。今回は、ちょっとこう伸びかけたロングのボブっていう感じなんですけど、テンションを必ずかけずにいろんな方向に解いてどう動くかっていうのを確かめながら、一番フラットな状態で、ま、このぐらいですかね。このぐらいの幅のレイヤーを上に行くごとに毛先の方、ある程度ウェットで切れた方がカットスピードは上がっていくと思うんで、ちょっと中からすきたいのでこのまま根元から、まあすき方は人それぞれやりたいやり方があると思うんで、全部セニングでやってもいいし、スライドとか使いながらやってもいいと思うんですが、流した時にブツッとこう動きが、この動きをもう少し滑らかにするのに、表面は毛先だけを整えるんですが、やっぱ中の部分は根元から、まあ、3つに分けたこの辺から狙っていきます。で、毛先ばっかりついてると内巻きに入れてあげるだけやと結構ファッと収まるだけなんですけど、両方に内と外を混ぜながらやってあげると割と全体的にまんべんなく、レイヤー入れたとこが動きになって下が重さでくびれる、まあ、少し大人っぽいボブの完成です。